ようやく登れるのね。どうやって、どこから登るんだ。上ではない、ここだ。今よ兄様。私も古のものを呼び出せるのです。あ、はい。すごい魔法ですね。この場所は何だ。かつてここは彼女の一部だったと魂は言っていました。人類を恐ろしい恐怖から守った要塞だったと。要塞っていうより機械じゃないか。そうでしょうね。青い光は機械に宿るのですから。まだ光が残っているといいのだがな。皆さんこんばんは。族長によって封鎖されていた山に来ています。バンアの崖のように高い。どうも気に入らない。明らかに古代文明の施設ですね。中はかなり危険そうです。バヌークなら青の宝石を高く取引できる。さあ、この上だ。アーロイさんがたまにわけわからんこと言うのはスルーしてください。エリアメッセージみたいなもので青い宝石の話をブツブツ言うんです。2064年11月21日最後にここに来てからもう3年、そして所長だった頃からもう12年も経った。今やスタッフは最小限。俺が来て困惑してる。俺だってそうだ。アニータからしばらくの間ここの稼働を停止するようお願いされた。正気になるかもって。理由はわからない。あの声を聞く限りきっと何か恐ろしいことだ。彼女の目を見つめて、一体何をそんなに怖がってるのか聞きたいけど、俺はいつもそうだ。見つめたいと思わない日はないくらいさ。アーロ、何を聞いていたんです。ここに記憶が残ってる。イニシエのメッセージだよ。聞こえるのですか。羨ましいわ。まだわからないんだ。オーリアさんがフォーカス手に入れたらさぞ喜ぶだろうね。場所によっては割とゴロゴロ落ちてるものなんだけど、この地域の施設にはないのかな。上って言ってたね。登らないといけないか。テキストですね。すべてのテキストを集めてご紹介するのは大変すぎるのでカットします。
気づかれてないな。前回来た時あそこを通ろうとしたんだが、機械に行く手を阻まれた。物資を捨て犠牲を払いながら撤退した。今度はたった二人でシャーマンを守りながら戦うことになる。アーロイは特別な戦士、私だって戦える。あるいはこっちから行くこともできる。機械はうろついているけれど、隠れながら進める。なるほど、道は二つ。じゃあ先を急ごう。ここはなかなかの難所です。難易度ウルトラハードだし、考えなしに突っ込むとすぐに寝られてしまうので、こうして罠に逃げ寄せます。欲しくないんだけどな。上に行くか。ちょうどレベルがマックスの60になりましたね。これ以上は上がらないんですが、カウントだけされます。モンハンのハンターランクみたいなもんかな。生き延びたが、死んだ者たちも。
宝石の話は今はいいって。バヌークの土地にいる間中ずっとこの王の宝石の独り言を言います。彼らの夢は私たちを強くしてくれないで。兄様の言う通り、塔に行きましょう。さあ行くぞ。しぶといですね。まだ倒せないのか。あ、壊れた。踏んでない罠がまだあったのに。他の道を探そう。実際には冷却システムを停止することはできないけど、消費電力を抑えてカルデラで完全に隠すことだったらできる。でも何から隠すんだ。ファイアブレイクはセキュリティ上の理由からずっと機密扱いだったけど、これはさすがにやりすぎだ。今は亡きブレビンズさんでもここまではしないさ。一体全体アニータは何をそんなに心配しているんだ。こんにちは。フォーカスなしでホログラムを見せるため、復旧できるかやってみよう。
アラターク、オーリア、突然形が現れるけど、ただの光だから驚かないで。光ごときで私は驚かんぞ。みんな来てくれてありがとう。活火山の真っ只中でカクテルを飲むなんてそうそう経験できないことでしょうね。でもジョージなら仕事中に一杯やっちゃっててもおかしくないけど。このプロジェクトを実現できたのは愛すべき我らが所長ケニー・チャンさん、彼のおかげです。だからケニーの功績に乾杯。あなたがイエローストーンのカルデラに栓をしてくれたのよ。マルガリータで乾杯しなくちゃね。なあみんなちょっと待って、少し付け加えたい。これも全てリードプログラマーなしではなし得なかったことだ。ありがとうアニータ、最高の知能シアンを誕生させたのは君だろう。私も同感です、チャン所長。さてシアン、最新の数値は？現在のカウントは1654です。すごいじゃない。ほらみんな飲んで。それじゃあ噴火のないこれから先の1654年間に乾杯といきましょう。今のは魂、それに古のもの。でも何を言っているのかあまりわからなかった。お前の言う通り、ここは何か恐ろしいことを止めるために作られたんだ。そして魂だけど、なんとなく正体が分かってきた。扉が開いたわ。これで通れる。このテキストは表示しておくので、興味のある方は一時停止してご覧ください。アーロイさんの言うように、魂の正体、もうなんとなくわかりますよね。おそらく、火山の噴火を監視するプロジェクトの名前が、ファイアブレイクで、そのための人工知能、シアンが、魂だと思われます。下です。山へと続く鉄の扉。死の鉄だ。前は通ることが叶わなかった。今度こそ通るの、絶対に。あの独特の形状の扉は機械炉ですね。機械の獣はあの機械炉で作られて出てくるものです。青の宝石を交換するか。かなり機械を倒さないと扉にたどり着けない。アーロイを信じましょう。では前進だ。試練に挑もうではないか。地熱発電所は一時停止できるし、冷却システムも隠した。大きな問題は解決っと。んじゃなんでこんな不安な気分になるんだよ。アニータが作った謎のソフトウェアをインストールしてそいつと会話するだけだってのに。人間ですらないんだぞ。だろ、あの山には多くの貸しがあるからな。ここから滑り降りるみたいです。ここまで持ってきた大砲は結局捨てるしかないっていうことで、悔しいのでここから狙撃できないか試してから捨てます。試したか。まあ満足。よし、いいぞ。
じゃなきゃびっくりだな。来るぞ、構えろ。まだ邪魔が出てくるようです。さすがに敵が多い。サンダー城です。特に大型の機械獣の一つです。装備ではレベル60で HP 満タンでも即死なので、ダメージの抑制装備で防御力を上げて準備しました。来ると分かってれば準備もできるので。光が来るぞ、構えろ。即死はしなくなりましたが、ダメージは大きいです。
ると言えるな。やっと倒しましたよ。 HP も多いですね。さあ、アーロイ、扉を開けてください。やってみよう。凍らせた後はラトラーがいいんですけどね。本編クエストそこまで進めてないので、メリディアンにまだ行けないんですよ。最後にここに立ったのは何年も前。その後ここはデーモンに支配された。まるで病気だな。機械に感染している。全て変わってしまった。歪められた魂の元へと続く道は失われてしまった。道が見つかるぞ。大丈夫だ。よし、行くぞ。ああ、決着をつける。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。また見てね。